地が誕生する瞬間を目にした英雄たちは必死に天帝を守り抜き戦場を脱した。しかし戦界は強大な天帝が深手を負い、その力を行使できない今、戦界の将たちは団結して事態の収束に当たるべき時であったが、なぜか足並み、そんな中魔物との戦いで動けないスサノオに代わり、ナタと孫悟空がオロチ討伐に赴くこととなる。復帰と人界の英雄たちは、復帰、久しぶりじゃねえか。人間なん、人間？弱い奴がいると邪魔なんだ。足を引っ張るなら。ナタさん、なんかちょっと違わない？変な道具がついてないし、髪の色も違う。しかし強さは変わらぬ様子。オロチとの戦いには。何をブツブツ言ってるの？僕は早く戦う。まあまあナタ、まずは話を聞くんじゃ。わしらはここにも戦海将が何人か来ておるようじゃ。そやつらに声をかけ。そんなの復帰が勝手にやれば。僕は。お主は相変わらずじゃの。まあよい。行こうか。戦う。オロチを見つけ、宝石を食い止めるのじゃ。他にも味方の将がいるようですね。合流し、協力を仰ぎましょう。おい、お主ら、わしらと共にオロチを倒しに行かんか。オロチを倒しにだと？断る。お前たちこそここで倒れるがいい。私を倒しに行くのか。ならばその前に俺がお前らを倒してやる。なんじゃ、味方が襲ってくるとは一体。僕たちでやっちゃおうよ。いいぜナタ、付き合ってやるぜ。戦界の危機を前に私の助力を仰ぎに来た。だが残念なことに私はキコーラが憎くてならぬ。味方同士で争っちゃうこの感じ、なんか前にもあったよね。この時代もあの人どっかにいるんでしょ。あの人が悪さしてるんじゃないかな。バカな、信じられん。こんな状況じゃオロチを倒せないしさ。まずはあの人、たまもの前を探しに行きましょう。新たな軍勢じゃ。敵でも味方でも手がかりにはなるかも。行くだけ行ってみようよ。オロチ討伐ですか。ならば俺も一緒に向かいます。そういえば南西で怪しい奴らを見ました。進軍を急いだので詳しくは分かりません。怪しい奴らか、それは怪しいな。南西に行ってみよう。ここまで来るとはさすがですね。ですがもう終わりにしましょう。敵じゃったか。
目障りな、私が片付けてやろう。なんと、そこまで敵とは。ですか。ことになろうとはの。じゃが、手は抜かぬゆえ覚悟せい。ならばこちらも本気を出そう。私の手で散るがいい。もう紫龍が相手となろう。いざ勝負。私を追い詰めるとは。俺の予想だと玉子の前は近くにいるね。さあ探してみよう。見てて、僕はまだまだ強くなる。面目次第もございませぬ。さてこの辺りのはずだけど。見つけたぞ玉子の前。俺の霊見つかってしもうたか。心境に封じられし偽の将を生む力、王竜のおかげで取り戻せたわ。天帝は鏡で魔物を操り、戦界を意のままに。王竜はわらわの空の子をたやすく信じおった。魔物を生み出していたわ、わらわだというに。俺が負けるとナタが困るんでな。孫悟空様の本気見せてやるぜ。天の助け、助け立つ、頼みましょう。やるじゃねえかなた。レイ、肉肉しや、覚えておれ。やっぱり僕の勝ちだ。最初から分かってたけどね。逃げられたが、玉物前は弱っておった。しばらく変なら今がオロチを撃つ好機だね。玉物前の邪魔が入らないだろう。みんなよう、おう、お体はもうよろし、うん、ケイラが守ってくれたおか。あのお願いがあります。俺たちに未来でも玉物前は悪事を働いてます。彼女を封印するために。ケイラは真の恩人。心境は王竜により傷ついてしまった。修復じゃが今はオロチにより
旋回は正気に。ではオロチを除かねば。うん、人の子らよ、チンはオロチを幽閉することができる。キー、わかりました。それじゃあ早速。やっぱり。お主